日高三井市駅は、北海道日高郡新日高町三井市浅町に、あった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は筆。1986年10月まで運行されていた、急行、エリモの停車駅であった。1978年の日高三井市駅と、周囲約500メートル範囲。右が、様似方面。相対式ホーム2面2線で、 駅舎側ホームが切り欠き状の貨物ホームとなっており、積み下ろし線が引き込まれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名に、旧国名の日高を冠する。地名は、アイヌ語のピット王、ウシ、ピト氏、またはイマニツ牛に由来する。あるいは、イマニツ牛の大岩が川辺に存在していたことから、 つけられたとする別説もある。また、山陽本線に同名の三井市駅がすでに存在することから、旧国名を冠した、単式ホーム一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の南側に存在した、電鉄機を持たない防線駅となっていた。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が、 上りの一番線、駅舎と反対側が下りの二番線となっていた。互いのホームは、駅舎側ホーム東側と対向側ホーム東側を結んだ、構内踏切で連絡していた。使われなくなった、旧下り線は1993年3月までに撤去されたが、ホームは荒れた状態ながら残存していた。 その他1983年4月時点では一番線の苫小牧方から分岐し、駅舎西側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物促定を一線有していた。様に方のホーム手前の線路は点鉄機の名残で湾曲していた。静内駅が管理していた無人駅だった。駅舎は構内の南側に位置し、ホームに接している。 友人駅時代の駅舎は改築され、環球車2両を合わせた、貸車駅舎を経て、1993年より、道の駅あるいはドライブインを思わせる、明かり取りの塔を有する、外壁及び内装が板張りで仕上げられた現役舎で、ある新日高町の施設、触れ合いサテライト三井市が共用されている。駅舎内にトイレを有する。かつては、気をスくも入店していたが撤退した。 ついたち人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。